皆さんこんにちは、競馬検証チャンネルの馬息子です。今回は3連単で1列目に2番人気から6番人気、2列目に1番人気、3列目に2番人気から10番人気を置いたフォーメーションで購入してみた。こちら視聴者様からいただいた企画案でして、2列目に1番人気を1等固定という形はトライしたことがなかったので、1列目に穴目が来れば配当妙味もありそうということで、今回は挑戦していきたいと思います。大きいの一発当てたいですね。それでは検証スタート。尺を切って、前は2番のヘルミネ、やや内が空いている。そのうちに1番ステラカフェと12番サンキャメロン潜り込む直線コース。外からは5番のティアードと9番リアルアメリカンです。横5頭広がった追い比べの外から5番のティアードと9番リアルアメリカン抜けてくるか。内からは12番のサンキャメロン勢いついた。2番のヘルミネやや劣勢で、外から4番のマフィンと10番のエンセリオ合わせ馬で前へと迫る。横に広がって激戦模様。内から2頭目、5番ティアード先頭、外から10番のエンセリオがまとめてかわす。10番のエンセリオ最後は抜け出してゴリ。2着争い2頭、5番のティアードと12番のサンキャメロン並んで入りました。3頭並んで400を切ります。外目の4番手16番第1チーム直線コースへと向かいました。前は7番森のセピア、8番グリントリッター、外9番ケイティキセキ、3頭の追い比べが続いている。間8番グリントリッター、長浜光首ほど出た。内7番森のセピア、津村秋で応戦。また7番森のセピアの方が前に出た。先頭の座を奪い返す8番グリントリッター長浜光。それでも前に出ようとする。前に出た8番グリントリッター、長浜光体半分リードを取った。初勝利のゴリ。2着7番森のセピア、この間に13番モーニントンラインが追い上げて3着。400を切って第4コーナーカーブに入ります。2番手から9番トモジャシャトー、今度は先頭に出ました。この背後に4番アルシミストがいます。外から13番ロードレベランス、外に切り替えた4番のアルシミスト先頭に迫る。あっという間に先頭に変わった。13番ロードレベランスその2コラベに持ち込む。3番手9番トモジャシャトー、外から8番のリベルタが4番手から3番手を伺う。前はアルシミストとロードレベランスの追い比べ、終始優勢に運んでいる4番アルシミスト、また迫ろうとする13番ロードレベランス。2頭が並んだ。外13番ロードレベランス、内4番アルシミスト並んでゴール。離れた3着は8番のリベルテ、前は2頭が並んで入りました。のリード、2番手の位置に9番のミツカネエリーズ、外の3番手12番ノーブルシャン。4コーナーカーブ直線コースに向かいました。前を行く11番こういう夢のようリード3馬身、外から12番のノーブルシャン、さらには7番のクイーンズポラリス、間からは1番のシューンカイゼリン追ってきます。その後に3番グランジュール、前は11番こういう夢のよう粘る粘る。2番手から7番のクイーンズポラリスが先頭に迫る。並びかける、先頭に変わった。2番手11番こういう夢のよう、12番ノーブルシャン接戦、7番のクイーンズポラリス先頭でゴールイン。最後2着12番ノーブルシャンが上がったか。11番こういう夢のようとの際どい勝負。から数えて5投目6投目のあたりを回りながら現在5番手直線コースに向かいました。前は10番大新ネイビーリードが体半分、11番スプリンクルソルト、また並びかけてくる。離れた外から15番トゥルーサクセサー、この2頭の外まで来た。先頭に立ちそうです。その後に13番ビントシティレ、前は15番トゥルーサクセサー、内から11番スプリンクルソルト、10番の大新ネイビー、差を詰めてこようと13番ビントシティレ、さらには8番サトノルチル、先頭15番のトゥルーサクセサー先頭でゴリ。2着は8番サトノルチル上がりました。11番スプリンクルソルト3着。に接近、
その後に7番のクーアフィルスト、4コーナーカーブ、外から11番のグラウンドビートねじ伏せる感じで直線コース先頭、2馬身から3馬身のリード、6番ランドマックス、そして2番手、離れた外から7番クーアフィルスト、3番手から2番手に上がりましたが、前ははるか遠く、先頭11番グラウンドビート先頭、リードを大きく取った、2番手は7番のクーアフィルスト、3番手争いは6番ランドマックスと12番のフィジビリティの追い比べが続いている、外から5番シグムンド、先頭、突き放しました、11番グラウンドビート、ゴール、2着、7番クーアフィルスト、3着争い、最後まで接戦。6番ランドマックス、12番フィジビリティ並んで入りました。今押し上げていく、外から3番のヘデントール、一気に上がっていって4コーナーから直線へ、さあ馬群が凝縮して先頭を打ち手の丸、4番のエコロマーズ、間からアスクナイスショー、3位外から3番のヘデントールがぐんぐん伸びてきて200を通過、先頭3番のヘデントールが立った、内からは5番のヤマニンアドホック、そしてその後ですが外から7番のキャントベイト、さらに内からは6番のマイネルブリックスが3番手に上がってくる、3番ヘデントールゴールイン、最後は突き放しました、3番ヘデントール快勝。スマートオリーブ2番手、3番グレイスカリオン、さらにその外には16番のイノセンス、4コーナーをカーブ直線へ、コーナーワークでホーオージュビリーが今4番手から3番手に並んでいった、さあ先頭は6番のプラティクレール、リードは2馬身200を通過、2番手には7番スマートオリーブ、内から9番ホーオージュビリー、さらには3番のグレイスカリオン、そして追ってくる11番のスマイルアップ、粘る6番のプラティクレール、大外から12番のピカリエの追い込み、間から3番グレイスカリオン、広がってゴールイン、3頭広がりました、大外12番ピカリエ、内に粘る6番のプラティクレール、間には3番グレイスカリオン。サイモン・ソーランの追走で残り400を通過、第4コーナーのカーブ、これから直線へ、さあ先頭4番のグランサバナー、内からは3番クロースコンバット、外から11番のスズカルビコント、さらに13番ストライク、ストライクが今グランサバナーに接近、200を通過、追い込んでくる9番のソムリエ、その内からは10番、さあ先頭は4番のグランサバナーが粘っている、13番ストライクが2番手、3番で争い9番のソムリエ、ジルバーン接戦、先頭は4番のグランサバナーゴールイン、4番グランサバナ見事逃げ切りました。400を通過して1番サンティーテソーロ、3番のアドバイス、さらに外から10番湘南ラスボス、広がって4コーナーから直線へ、プロスペリダードはその3頭のかなり層を割っています、内からは4番ウォードメール、さらに外からは14番雪のファロー、間割って11番のマーメコも狙ってくるが、13番ブルースピリット坂を駆け上がる、さあ激戦となった、先頭は10番湘南ラスボスを捉えて雪のファラオが抜けた、9番のプロスペリダード、さらには6番のミッキーハーモニー、2番手争い、雪のファラオゴールイン、2番手は大激戦、プロスペリダードスピードオブライト、さらに6番のミッキーハーモニー、オーソ16番ドーバーホーク。そしてその後ろですが、グランスラムアスク、最内は新緑が4コーナーをカーブ、これから直線へ、さあ先頭はコンクシェル、突き放して2馬身のリード、外から15番のフィールシンパシー、さらに14番クナ、フィアスプライド、最内は5番の新緑化、そして鷹のパッション突っ込んでくる、さあ坂を駆け上がって7番のコンクシェル先頭、外から14番クナが2番手に上がってくる、内から5番の新緑化3番手、7番のコンクシェルゴールイン、7番コンクシェル見事重賞初制覇です。3番のトールキン、さらに13番スムースベルベット、第4コーナーをカーブ、中段インコースから
スルスルと上がる1番サウザンサニーは内から。さあ直線コースを向いて、先頭は7番インプロバイザー、6番水の呼吸、そして最内から1番サウザンサニー、外からスムースベルベット、8番ピンクセイラー、坂を駆け上がってくる。内から1番のサウザンサニー、外から13番スムースベルベットが捉えた。さらには8番のピンクセイラー、前は2頭並んでゴールイン。1番のサウザンサニーと13番スムースベルベット、2頭が並びました。はい、ということで今回は約26万円のプラスでした。1つ40万超えの的中があったので間違いなくそのおかげですが、的中は合計3つあり、安定感もそこそこ感じる良い買い方に感じましたね。一番人気を2列目に置くので取り紙の可能性も少ないですしね。改めて検証のご提案いただきありがとうございました。今後もこんな検証してほしいというご提案は募集しておりますので、ぜひコメントにてお寄せください。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。